はい、どうも皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。お忙しい中ね、本当に私たちが県民投票をやろうということで、皆さんにお声をかけました。来ていただいて本当にありがとうございます。とにかく原発は止めましょう。樋口判決が出ましたからね、これを追い風として、とにかくその大井原発は差し止め請求ということで、樋口判決が、あんな立派な判決が出たわけですから、あの立派な判決を追い風にして、私たちは何としてでも原発を止めてもらおうというような運動を展開していきたいと思いますので、私たち県民投票もとにかくやってもらおうというようなことで今日お集まりいただいたわけです。で、どのような方法で県民投票をこれから進めていくかということについてですね、皆さんにご説明させていただきたいと思います。で、今日は東京都民投票でもって、もう本当に火の玉のごとく一生懸命頑張っておられた八木浦明さん、来ていただきましたので、八木浦さんからビデオを見ながら、または資料を見ながら説明をお伺いしたいと思っております。それでは主催者から野田さんご挨拶いただいた後、八木浦さんのご声をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。週末ですのにお忙しい中お集まりくださってありがとうございます。まだまだ他に今日残念だけれども来られないけれども、この原発埼玉県民住民投票の運動にぜひ協力したいとおっしゃってらっしゃる方がたくさんおられます。今日、これですね、今3年以上経った今になって、こう埼玉県でなぜ住民投票なのか、いろいろなご意見があるかと思います。で、私たちもいろいろ迷うところもありますけれども、もうやるということで決意した次第です。で、ぜひ皆さんにもやるからにはとことん協力していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、多くの人たちが原発事故があるから3年以上が経って、口を閉ざしてこう黙々と日常生活を送っている方が多いですね。で、自分たちには発言する機会もないし、何かを動かす力もない、それでもう喋るのもやめておこう、そうしているうちにだんだん考えるのもやめてしまう、情報を得ようとすることもしなくなってしまう、そういう人たちが本当に多くなっているのではないかと思います。で、何というのか、こう巷に無力感が漂っているという気がいたします。けれども、こうひとたびその人たちのこう心の扉をこう叩いてみると、実は心の底にこう真実の声というものを持って、皆さんが持っているのではないかなと思うことがよくあります。例えばですね、どういう時か1対1で世論調査などを受ける時、そうすると答える人はこう多分真実の言葉で答えているのではないかと思います。ほとんどの世論調査がやはり真実を物語っているという気がするんですね。で、一般にこう言われているこの世の中の社会の雰囲気と一人一人の心の中っていうのはかなりこう距離があるのではないか、乖離しているのではないかと思うんです。それで普段ですと経済効果の陰に隠れたり、こう自分自身で催眠術にかかってしまったようになって見えにくくなってしまったその原発稼働の是非を
是非についての真実の答えというものを実は一人一人持っている。でそれを私たちが引き出していきたいと思います。こう市民の本当の声を引き出しましょう。心の底にある声を上げるその機会を作っていきたいと思います。でそれが住民投票ではないかというふうに思います。で身近な埼玉県から住民投票の実現を目指して県議会に直接請求するための署名集めを実行していきたいと思います。で直接請求の署名というのは他の署名と違いましてものすごい効力があります。こう最低有権者の50分の1、 2% ですね。埼玉県で言いますと11万人以上の署名を集めて県議会に条例案を確実に提出することができます。で署名期間は2ヶ月、署名できるのは埼玉県在住の有権者だけですね。署名を集めることができるのは署名を集めますと言った受任者と呼ばれる人と請求代表者だけです。で受任者も自身の居住地市区町村の有権者からしか集めることができません。生年月日、正確な住所、捺印または母印が必要になります。そういうかなり厳しい署名になっています。集めることが難しいのではないんですけれども、その組織に従って集めるっていうことになるわけです。で一昨年に行われた原発東京都民投票では前半の1ヶ月では残りの1ヶ月で法定の署名数に達するかどうかというのが危ぶまれるほど出足が鈍いでした。しかし後半の1ヶ月で署名数はぐんぐん伸びてきました。で最終的には確か必要な署名数を十数万も上回ったのでした。で署名を集める人を受任者と呼びますが、受任者が後半でこうどん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 ネズミ公式のように増えていったんですね。で若い人から高齢の方まで初めて署名活動をしたという方がたくさんおられました。住民投票の直接請求運動はそういう方々をこう巻き込んでいけるという力を持っています。でこう一見無関心に見える方や反原発運動にこう距離を置いている方もそういう方々をもこう巻き込んで喚起していく力があると思います。で埼玉県の各地には原発問題に取り組んでいる市民運動あるいは市民グループたくさんあります。でみんながこうつながり合って市民に働きかけていく、そういうこの県民投票の実現への運動というのは今ここに始まって大きなうねりになっていくのではないかと期待しています。ぜひ原発埼玉県原発の埼玉県民投票を成功させたいと思います。詳しいことはまた後ほど資料を使ってご説明いたします。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ここにお集まりの皆さんもね、やはり原発止めようよというお気持ちだろうと思いますけども、署名活動を始めるときには止めるじゃなくて動かすのも止めるのも県民で決めましょうというような持っていき方をしなければなりませんので、止める人間が止める人間を集めるのではなくて動かそうという自民党の支持者層にもやはり署名活動をお願いするということになりますので、止めるのか動かすのかを私たちに決めさせてくださいというような署名活動になりますので、ご承知いただきたいと思います。